はい、それではね、担当解放、習得講座に関するガイダンスというところで、私の方ですね、から話をさせていただきたいと思います。担当するレクチェンジ講師の弁理士の馬場でございます。皆さん、こんにちは。はい、というところで、今日はですね、担当解放習得講座というところで、そちらのね、ですね、ガイダンスというところですね。担当しますのは私のね、先ほど言いましたように、馬場が担当させていただくということですね。例年、一応この担当のコースを担当、担当のコースを担当、別にどうでもいいんですけども、させていただいているんですけども、今年もね、よりパワーアップをして頑張っていきたいなというふうに思ってますね。はい。で、ちょっと最初にね、担当の講座ですから、今年の本試験を踏まえてね、ちょっとどういうふうにですね、今年の講座をしていくかというところもありますので、ちょっと今年の担当本試験の、簡単なおさらいっていうんですかね、をちょっとしたいと思うんですけれども、おさらいというかな、まず1つ目としては、全体としての難易度はちょっと上昇したというふうに思っています。難しかったですね。で、全体的にですね、テックの担当リサーチご協力いただいたんですけれども、平均点がね、2点ぐらい下がってるんですね、去年に比べて。かなり難しかったと思います。そしてさらにね、特にやっぱりどこが難しくなったかって言われると、特許と条約、この2つがちょっと難しくなったかなというところでしたね。特にやっぱ特許問題長かったですよね。ただね、文字数で見ると去年と同じぐらいなんで、同じかというか去年よりかちょっと長くなったかなというところで、実はすごい長くなったというわけではないんですけどもね、ただやっぱり元々が長いですね、特許は。だから解くのに時間かかったんじゃないかなと思います。それから今までに問われてない論点に関しても、ちょこちょこと取材はされている。これは例年ね、取材はあるんですけれども、やっぱり今までに問われてない論点についてもちょっと出てきてますので、そこでこう手が止まってしまった、どうしよう、焦ってしまった、そういう方が多かったんじゃないかなと思います。そして、ただ、そうは言ってもというところで、次、過去問論点って実は相変わらず出題あるんですよ、ちゃんと一定数。なので、やっぱそこをしっかり解けてるかどうかというところではないかなと思うんですね。で、あとは先ほど言ったように、ちょっと、1番目のところで話をしましたような、難易度が上昇している、問題が長くなっているというところで、やっぱ短時間で問題を解ける練習というのが必要にはなってくるかなと思います。で、私の方で、去年ですね、例えば1年間講座をやらして、1年間とかね、今年向けの講座をやらせていただいたりとかしていて、例年こう反省をするんですね、やっぱり。で、今年のちょっと試験結果を見て、やっぱり自分としても講座にね、どんどん汎用させていかなきゃいけない、去年よりか今年の方がより良い講座にしなきゃいけないと思ってます。で、言った時に、受講生の方と、今年うまくいかなかった、なかなか点数を取れなかったって言った時に、その受講生ってどんな感じなのかなって私なりにこう分析をするんですね。って言った時に、過去問の理解度っていうところでやっぱり差が出てきてしまってると。どういうことなのかというところなんですけれども、過去問の理解度、本来であればここまで理解しなければいけないとしますね。本来理解すべき内容、過去問をやった時に。で、 A さんは過去問やって解説を読んで、ちゃんとそのラインを突破できるんです。ただね、このラインって分かんないですよ、見えないから。別にね、ここまでやってくださいってのないわけでしょ。だからこれ見えないの。ということはさ、この実は過去問の突破、理解すべき内容の敷地というのが人によって違うというのが一番大きな問題です。で、例えば B さんであれば、ここまでできればいいやと思ってるわけ。なので、 B さんとしてはちゃんと勉強したつもりなんですけど、やっぱり本来理解すべきところまでは実は到達できてないんですね。なんで、せっかく頑張ったんだけれども、やっぱちょっと足りない。ってなるとどうなるかというと、本試験で35点、36点、もう一歩届かないという状況になってしまいます。それに対して C さんはもっと敷地が低いってなります。で、この人はどうなるかっていうと、自分では過去問一生懸命やってる。で、特に多いパターンは過去問の回数をこなそうとしてしまうパターンですね。もうとにかくやんなきゃやんなきゃっていうところで、4回5回って繰り返してやろうとしてしまって、結果的に1個ずつの理解が弱くなってしまってる。だから過去問は勉強したんだけど、本試験でなかなか点数を取れなかったということになってくるのかなと思います。で、厄介なのは、やはりここの敷地っていうんですかね、どこまで理解すべきかというのが見えないわけですよね。見えない。なので、やはりここをしっかり見せていかないきゃいけないなというのが私なりの反省です。なので、今年の講座をやる段階ではやっぱりここを見せていきたいなと。過去問ではやっぱりここまでを理解しましょうよ。どちらかというとね、要するに問題読んで、解説読んでと、で、終わりというんだけど、やっぱり足りないんですよね。だから本来のしっかりとした理解というところを、身につけていただくというところが大事にはなってくるかなと思います。で、担当解放の習得コースなんですけれども、内容的にはじゃあどんな内容なんだというところで、解放講座のね、このパンフレットにもこういろいろ載ってますけれども、これね、簡単に言えば、まず難易度難しいんですかと言ったら、ごめんなさい、難しくないです。
ただし4歩を平行でやっていきます。4歩を平行でやっていきます。そこが、通常と違うところですね。でもテキスト見ていただくのが一番早いと思いますので、テキストのちょっとサンプルでね、例で説明させていただきますと、例えばこういう形でもう4歩をですね、これちょっとすごいちっちゃいんですけども、これ先週のところかな。例えばもう特許と意匠の先週に関してを全部平行でやっててしまいます。で、私はね、自分なりにこうなんていうんですかね、もうどんどんだから話も飛ぶんですね。もう飛びます。ただ試験に出るレベルというのは決まってるんです。例えば審査基準知ってたらいいですか、判定してたらいいですか、これも出るものが決まってます。だそういう余計なことはやります。あまり私はあまり好きじゃない。ただし四法の制度を使って、じゃあどうしてその条文があるのとか、なんでそうなってるの。例えば先週の、条文って、今例えば特許79条がありますよねって言った時に、何が一番大事な要件なの、そういう考え方ですよね。例えば条文なんかによっても。で、それをしっかり皆さんに考えていただくと。単純に要件はこれとこれとこれですよね。そうではないんですね。例えば専用実試験の移転なんかも今年ね出てました。商標でしたけれども、移転出てきた時に、じゃあ専用実試験が移転できる場面ってどういう場面ですかって言った時に、どれが原則なの。例えば特許法であれば要件3つあるわけですよね。3つあるんだけど、それを3つって覚えるのは暗記なんです。そうじゃないです。まず何が大事なんだっていうところですよね。先週だって一緒ですよ。先週だって今ね、ここいろいろありますけれども、結局特許出願にかかる発明の内容を知らないでうんぬんぬんってあるんですけれども、やっぱり出願時点に実施をしてるってことが一番大事なんだよね。実施の準備も入るけど、そういったところの、例えば規定であれば何が原則か、何が原理原則であって、どれが例外なのか、実は要件が複数あるものは全部あるんです。これちゃんと単純なものに揉めても しっかりと原理原則はあります。だからそういった意味では、まずそこをしっかり押さえていただきたいという気持ちが強いですね、日本法で。なのでその辺を皆さんに強くしていただく講座です。で、あとは速攻ポイントっていうのがありまして、でこちらは何かって言ったら、その条文のまとめですね。かなりちょっと私が書いててアバウトな書き方をしているんですけれども、こういったところが入っています、速攻ポイント。で、速攻ポイントに関しましては、最後、特に今年はまとめ会を入れてます。去年もちょっとまとめ会ってね、強引に入れたんですけれども、今年はもう完全にまとめ会にしました。で、ちなみになんでその最後にまとめ会を入れてるかと言ったら、試験直前にまとめ会だけ繰り返し見ていただければ、少なくとも過去問で問われているレベルに関しての知識が安定しますよって意味で入れてます。で、その中の、普段の規定のところはこの速攻ポイントを見ていただければ分かります。だから、しっかり速攻ポイントを実際やっていただくだけで、かなり点数は上がるんではないかなと思うんですね。で、あとは過去問の理解というところなんですけれども、過去問についてはこれ解法チェックという形でまとめています。どういうことかと言いますと、過去問、まずは足別に過去問をばらしています。例えば特許法79条なら79条の過去問、特許104条の3なら143の過去問という形で、まず足別にばらしているんですね。それによって条文ごとの過去問の学習ができます。プラス条文ごとの過去問の学習をすると、実は共通テーマがあるんですね。そうすると共通テーマに関してはまとめてしまった方が過去問の理解が早いんですね。だそういった意味での、過去問をまとめるというところでですね、ここはきっちりとやっていただくと。で、まずはテーマを絞って、あ、こういうテーマの時はこういう過去問だったよね。で、その時に、じゃあこの過去問のポイントはどこですかというところの、話を聞いていくということになりますね。で、特に私の講座の特徴は、講義中に結構質問させていただきます、生の方は。で、通信の方はそれを考えてほしいんですね。だからこれはクイズ番組と一緒ですよ。ね、だから時々ね、生講義の人はね、質問されてるけれども、俺もね、寂しいなと思うかもしれませんけど、クイズ番組ってそう思わないでしょ。ね、芸能人が答えてるのにさ、俺も参加してよって思わないですよね。で、みんなでも答えるじゃない、やっぱり。ね、この建物は何でしょうとか言われてさ、あ、これ後楽園じゃないかとかってさ、やっぱ言うでしょ。あれと同じ感覚ですよ。だから通信の方はクイズ番組見てる感覚で答えてほしいんです。で、生講義の方は私の当てますんで、当てたら答えていただくと。で、残念ながら一つだけごめんなさい、言っときます。パスできません、これは。正解を聞いてるわけじゃないんだよね。いいな、間違えてもらって。だって間違えてるのが面白いもん。解答、別にわざと間違えることはないけどさ、ただやっぱりそういうことをね、いろいろ考えていただくってことが大事です。なので、すごいへんてこな質問が多いですね、私。よく受講生に言われますね、それは。例えば、徒競で、今やった選手で、徒競何条ですか、なんてことは聞かないです。条文見りゃ書いてあります。例えば、じゃあ、選手要件の中で、これ全部で4法あるわけですよね。どれが一番、どれが仲間外れとかね、聞きますね。選手要件の中で、どれが仲間外れとか、いうふうに聞いたりとか、今言った、79選手要件、じゃあ、趣旨って、これ、一言で言ったら何なの。よく私聞くんですね。一言で言うと何ですか。
長く答えてもらってもしょうがないです。長く答えてもらうのは暗記です。そうじゃなくてやっぱりポイントを押さえるってことがすごい大事なんですよ。ということはこれね、全部制度とかって一言で言えるはずなんです。でまずはそういう形で一言でしっかり制度を抑えてもらって、そこに知識をこう上積みしていくんですか、こう肉付けしていくんですかね。そうすると忘れないんですね。ところが皆さん最初からなんか条文読まなきゃ、要件を覚えなきゃってやるんですけれども、それじゃあ試験はなかなか通らないですね。要するに忘れちゃうから。私は基本的に講義やるときは忘れると思って講義してますから、失礼な私かもしれないけどね。だから逆に言えば繰り返しやるんですね。で特に今言ったように4法で、4法の他にもさらに飛びますよ。じゃあね、今言ったら戦勝権あったら、これ戦勝権商標の場合2つあるわけですよね。じゃあ商用権戦勝権2つある、もう1個何だったっけ、地域団体商標だと。そこ違いは何ね、何があるのと。ちなみに地域団体商標って趣旨は何だったっけとか、では地域団体商標と団体商標何が違うのとかね、そういう形で結構こう話が行ったり来たりします。でそれでこうですね、こう頭をフル回転させてほしいんですね。言ってしまえば、そこで遊んでほしいんです、条文で。でそういうことをやっていただくと1年間で、面白いな、条文ってこうなってるんだっていうふうにですね、理解が進むんじゃないかなと思います。ね、安心してくださいと、ちょっとね違うセリフが出てきそうですけども、安心してください、ね、私も条文覚えてないんですよ、ほとんど。それが自慢なので覚えられないんでね。だから皆さんにも覚えろっていうのは言わないです。ただ、当然覚えなきゃいけないのもありますよ。全部ではないですけれども、ただやっぱりしっかり理解していれば答えは出るようになりますから、そういった意味での、条文の考え方というのを身につけていただきたいなと思います。でそこをまず4法できっちりやりましょう。で次の下3法ですね。下3法の対策はじゃあどうしましょうかって皆さん焦ってますよね、やっぱりね。で私去年ですね、去年に関しましては下3法は条約が今年難しくなると予想したんですね。なぜかといったら去年著作不況が難しかったから。案の定やっぱり同じ結果となりましたよね。著作不況が優しくて条約難しくなった。で逆を言えば来年私だからまた逆になると思いますよ。なかなかこう特許庁難しいんだと思うんですね。来年は条約もうちょっと優しくなんじゃないかなと。その代わり著作権が難しくなるかもしれないですね、著作不況が。ちょっと勉強しにくいんですけれども、ただ実はいろいろとですね、こうしっかりとした考え方が分かっていれば、条約って規定を覚えてなくても解けるんです。例えば今年のですね、条約の問題なんですけれども、担当解放の PCT のテキストっていうのがありまして、これで全部載ってるんですね。担当解放の PCT のテキストはこれ基礎項全部使ってますから、絶対載ってるんですこれ。確実だから、私今年は、自分ね担当速攻会 PCT 担当でしたけど、自分の担当解放のテキストで答えが全部出てくるんで、これ見りゃ出てきます。ただ覚えられるかといったら無理ですよこれ。正直言っておきます。で皆さんも解けるような気しないでしょ、どう考えても。今からやって、じゃあ早めにやろうと、ドリップスと PCT 早めにやろうと言って、問題が来年解けるかといったらやっぱり解けないですよね。だ同じ問題出ればいいけどさ、当然違う問題出るわけだから。でそう考えた時に、じゃあどうしようかと言ったら、条約のそもそもなどういう考えなんだと。例えばトリップスであれば属主義って考え方から、実はね答えって、少なくともトリップスは2問あったら1個はできたはずです。 PCD も2つはできたんじゃないかなと思いますね。ある程度 PCD は流れが分かっていれば答え出ることが多いですから。でそうすると PCT で2問、トリップスで1問で、パリ条約が1、2問解けるでしょう。正答率高かったですね、パリ条約ってなると。条約でも実は5問は取れたはずなんですね。じゃあそういう勉強法をしていきます。例えば著作権法なんかに関しても、例えば著作権法とか不況法に関してもテキストがですね、ちょっとこれパンフレットには下3法のテキストでもほとんど載ってないんですけれども、かなりね変わってるんです。築城じゃないんです、著作権も流れです全部。で著作物があって、著作者がいて、で次に、普通の公表権とかね、いわゆる 人格権があって、で次に著作財産権があってっていう形ですね。全て実は著作権法を条文通りやると実は勉強しにくいんですよ。でそれでテーマごとにやると実は理解が早いんですね。適用層防止法も一緒です。結果的には適用除外とかもね、別でやるよりかは、もうこの条文やったら、じゃあこの適用除外はこれだよねってことでセットでやった方が早いんです。なので下3法に関しましても、かなりですね、私は勉強は後半でいいと思ってます。後半というのは本当年明けぐらいかな。だから本当もう講座やるときでもう全然早いぐらいなんですけれども、そこのタイミングからエンジンかけてやっていただければいい。なのでその前まではじゃあ何をするべきかと言ったら、これはやっぱり4法なんですね。4法のところをしっかりねテキストでやっていただければよろしいんじゃないかなと思います。そこいった部分をですねしっかりやっていただくことによって、そこまで理解を実はしていると、担当やるときにこの制度は何でなの、この規定は何でなのってことを考えると、これ実は論文対策になるんだよね。で実際テキストなんかも案本を抜粋して載っけています。当然案本に関しましては、案本チェックっていうのがね、あるんですけれども、
これか、あ、オンチェックのがありまして、当然20番に対応していまして、当然回線のところも入れてますから、これだからこれが趣旨の勉強になるわけよ。まさにもう論文対策ももうできると言っても過言じゃないですね。そんな感じで、うまく講座を活用していただけるんじゃないかなと思います。はい、であとは、まあ、生の方、生講義ですねに出られるとですね、あの後半、4法が一通り終わりますと、まあ、最後下3法になるともうなんかね、こう結構生講義でだれるんですよね。もうなんか下3法かみたいな感じで。なので実は生講義の場合はですね、いつも帰れません方向っていうのをちょっとやってます。でこれ何かさ、まあ、問題をね、あの解いてもらって、あの私の方でですね、これ問題の間違えてる数しか言わないっていうね、歩行をちょっとやってるんですね。これ面白いんですよ。で終わりはすぐ帰れる、うん、ということで、あのかなり力はつくんですけど、一応まあ例年まあちょっと生の方だけですね、まあ、ちょっとやってたんですけれども、まあ、通信の方ですとそれができないんですね。ただ私はもともとね、あの入門講座を通信を担当していますので、やっぱ通信講座に力を入れたいんですよ本来ね。なので一応そのまあ帰れませんの問題も今年は板書でお付けしようと思ってます。だちょっとご自身でやってみて、ご自身で で、まあ、できればさ、そうだね、ご家族とかいれば、あの正解の数が書いてあるから、そこを聞いてね、で見せればいいんですよ家庭で。まあね、これちょっと喧嘩になるかもしれないけど ね、 このね、自分こう丸バつけてさ、何個あってるみたいな感じ で、あなた2つ違うわよみたいな感じでさ、ね、2回も3回も直したらさ、だから受かんないのとか言われちゃってね、ぐさっときたりするかもしれないですけど、ただ結構ね、その回答を見ないで考えるっていうのが力がものすごいつくんですね。担当って担当試験の過去問の唯一の欠点そこなんですよ。自分では丸だと思って回答を見たら×だった、もうすぐそこで、あ、そういうことね。だこれがさっきの実は理解度の敷地なんですよ。もう自分としては分かってるつもりになっちゃうんですね。ところがやっぱり間違えたには間違えた理由があるので、そこをしっかり潰していかなきゃダメです。なんで間違えたのかというところがものすごい大事なんですね。で実はそれがあの明らかに分かるのがその帰れません歩行ってやつなんですけれども、ただまあ今年は通信の方でも一応問題をお付けしようかなと、でぜひ自分でやっていただきたいと思ってますので、まあそういったね、いろんな、まあ、それ以外にもちょっと考えてることはあるんですね。で私はまあ基本的にはこう何ですかね、こう来ていただいたりとか取っていただいた方にサプライズ的にね楽しんでいただきたいというのがありまして、例えば去年のまとめの会なんかも最初は言ってないんですよ、まとめの会やるって。で皆さんやっぱりこう状況を見てね、やっぱり講座ってこう変えていかなきゃいけないと思ってるんですよね。毎回同じことやってやるいいとは私は思ってませんね。やっぱりより良いものね、だ去年よりか今年がいい講座、今年よりか来年がいい講座というのがやっぱり大事だと思います。ただ皆さん来年は取らないでよ、もう来年は取らないでよ、ね、もう今年で決着をつけましょうよ、ね、少なくとも担当試験に関してはズバッとね受かっていただくと。で担当の勉強をやることによって論文の勉強もしやすくなったというふうになっていただくのが一番よろしいんじゃないかなと思います。はい、なので、まあ、あの対象としまして、まあ、最後にねちょっとまあメッセージとしましては、じゃあどんな人がねこれ取って大丈夫だろうかな、え、私これ大丈夫かな、取れるかなと思うかもしれませんけど、まあ基本的には誰でも大丈夫だと思うんですよ。でちなみにあの私の、去年の合格体験記に載ってる方であのいらっしゃったのが、あの自分のゼミ生だったんですけれども、入門講座を取らないでいきなり担当解放を取ったっていう強者がいてですねあのいらっしゃったんですよ。でいきなり担当解放を取って、もうそれは何が何だか分かんないですよね。本人曰く最初は失敗したなと思ったらしいんですけど、でも絶対ここなら大丈夫だと思って何回見たっすかな、相当見たって言ってましたね。で1年目で秋から始めて担当解放だけで40点の後半ぐらい取ったのかな、うん、ということで、まあ、論文のちょっと対策ができてなかったので、まあ、あのそれで去年論文受かったんですけれども、まあ、2年でね受かった方いましたけれども、あの本当に気合さえあれば全然いけますよ。で私は分かってるだろうってことはあまりしないので、今やってるね結構ね基本的な知識やっぱり説明するのとすごい大事なんですよね。うん、ただやっぱり4法を並行でいきますし、いろんな講座こう飛びますんでね、制度例えばいきなりパッと不使用取り消し審判だとか、ね、不正使用取り消し審判商標なんかも話をしますし、衣装であれば、ね、いきなり29条2の通常実施権とかって話をした時に、え、それって何なのってなっちゃうとちょっとついてこれないかな。いやいや入門講座やったからそこは分かってますよって人であれば大丈夫だと思いますんでね、はい、あの一緒にねぜひ頑張って来年の試験に合格を目指してやっていきましょうよ。はい、というところでね、ぜひ本当に皆さんとね一緒にやっていけることを楽しみにしていますので、頑張って、合格を目指していきましょう。はい、というところでじゃあ、今回のガイダンスについてはこれで終わりにしたいと思います。ぜひ頑張って合格を目指してやっていきましょう。はい、ではガイダンスのこれで終わりにしたいと思います。皆さんお聞きいただきましてありがとうございました。